こんにちは、ごまおです。本日はですね、楽天お買い物マラソンの攻略法を伝授していきたいと思います。2021年3月21日から28日までね、ありますのでね、上限ポイントに注意です。いつも通り解説していきたいと思います。はい。この動画のコンセプトはですね、あなたのお金に関する不安を消したいというごまおの思いを具現化しております。お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。楽天経済圏はね、すでに5年、経過してまして、年間65万楽天ポイント獲得しているごまおが、お伝えできる知識をね、伝えていきたいと思います。この動画を見るべき方、楽天経済圏初心者で、お買い物マラソンでポイントを効率よく得たいと思っている方、SPU や買い物の仕組みがよくわからないという方がね、理解するのに参考になると思います。今回も上限ポイント7000ポイントになってますので注意ですね。はい、それでは行きましょう。上限ポイント変更してます。2021年2月のお買い物マラソンから解約してますね。買い回りによる上限ポイント7000ポイントになっております。1万ポイントだったんですけどね、今まではね。それがまあ3000ポイント分下がって7000ポイントということでね、まあセドラーとかからしたらちょっと痛いかなって気がしますけどね。まあこんなにね、買うにはまあ7、8万円分ぐらいのねお買い物金額ぐらいに必要になってくるので、まあ普通にねお買い物する人にはまあ十分かなっていう感じはするので、まあそこまでどこまで影響あるかっていうことですけどね。まあここら辺は下げてきましたので、そこは注意ですね。今後の戦略としてはこんな感じになっています。お買い物マラソンと楽天スーパーセール、これの2つで今までは差がほとんどなかったんですけど、まあ明確にここで差が出てきたかなっていうふうに思います。理由はこの買い回り上限ポイントっていうのが差が出てことですね。7000ポイントと1万ポイント。このお買い物マラソンは頻度は多いんですね。月に1回は必ずやってるんですけど、スーパーセルは、3ヶ月に1回のペースでしかやんないと。まあ、この時にちょっと高額なものを狙うのがいいかなというふうに思います。結局、プラス 9% が狙えるわけですよね。ショップ買い回りで10ショップ達成すると、この上限ポイントを狙えるわけですけども、推奨購入金額は 77,778 円以内ということになりますね。で、スーパーセルだと11,111円以内ということになります。戦略としては、まあ、ざっくりこんな風に分けることができます。まあ、少額商品をね、いっぱい買うんだったら、お買い物マラソン、スーパーセールは、まあ、大口のね、商品、高額商品とか、ふるさと納税をするんだったら、まあ、ここら辺でやっといた方が、この購入金額のね、上限までには、届かない範囲でできるのかなというふうに思います。ごまは、まあ、AirPods Pro の背取りとかもやってるんで、ここら辺の金額すごく注意しながらやらないと、この上限ポイントまで行っちゃうんで、てか結構行っちゃうことはあるんですけど、今まではね、1万ポイントが上限ポイントだったんだけど、まあ、気にしないで買ってたら、だいたいね、このスーパーセル分がね、7500ポイントとかで、ゲットできてたんですよね。だからちょっと注意しないと、普段のお買い物マラソンじゃ、ちょっと上限まで行っちゃうんで、微妙なところですよね。ここら辺注意しながら買っていきたいと思ってます。はい。まあ、こんな、最近のニュースはそんな感じで、まあ、攻略法のまとめをね、早速やっていきたいと思います。まず、SPU ですね。これを 5.5% 以上に上げておくっていうのを推奨しております。で、次に日用品、消耗品など買うものをね、事前にリストアップしておくと、非常に効率よくお買い物マラソンね、攻略できると思います。で、まあ、ここは、すごく大事なことなんですけど、10ショップ買い回りっていうのをぜひ達成してください。これをやると、ポイント還元率がプラス9倍になるっていうのが確定しますので、これは誰でも達成できるとこれだと思いますので、ぜひやってほしいと思います。で、5と0のつく日に合わせて買うっていうのが、まあ、戦略の一つですね。今回だったら3月25日が被ってますので、ここでまとめて買っちゃうっていうのがいいかなというふうに思ってます。プラス2倍は確定しますね。で、あと、最後にポイントサイトを経由して買うと、さらにそのポイントサイトのポイントがつくっていうことでね、まあ、楽天ポイントに変えたりすることもできるだろうし、まあ、いろいろ使い道はありますね。まあ、ハピタスってとこ使ってて、Amazon ギフト券に変えたりしてます。で、この間 Amazon ギフト券がいっぱい溜まってきたので、で、それで MacBook Air 買ってみたりとかしてましたよ。はい。で、最後、今年の年商予想室、楽天ふるさと納税っていうのもしてみると、まあ、さらにお得かなというふうに思います。これね、それぞれちょっと説明していきましょう。まず SPU を 5.5% 以上に上げておくっていうのを推奨しています。楽天の名前に関するサービスを利用することに、楽天市場でのお買い物のポイント還元率がどんどん上がっていくっていうシステムになっています。まあ、だったら楽天モバイル使ってみたりとか、楽天カード、楽天プレミアムカード使ってますけどね、ごまは。
クレジットカード、これを使ってみたりとか、あとは楽天銀行とか楽天証券使ってたり、楽天保険を使ってたりとかすると、から、まあ、どんどん、基本的なポイント倍率っていうのがどんどん上がっていくんですよね。で、ぜひやってほしい、やるべく SPU っていうのをまとめましたけども、まあ、無料でね、入れるっていうやつで、まあ、ここら辺がいいかなと思います。普通に楽天会員にまずなってください。で、楽天カード、クレジットカード作ってください。で、支払いをね、楽天カードでしてください。まあ、楽天市場でお買い物するんだったら楽天カード必須です。で、楽天銀行を作って、楽天証券を作って、で、それぞれ利用すると。で、楽天市場アプリを経由して、楽天市場でお買い物する。ね、パソコンとか、ね、ブラウザーとかで、やって買わないっていうことが注意点ですね。必ずアプリ経由して買うと。まあ、そういうことで、ここまでやればもう 5.5% のポイント還元率になりますよと。で、やるべき SPU、さらにね、有料、ちょっとお金かかっちゃうけど、ぜひ達成すべきは、この楽天ブックスと楽天広報ですね。まあ、本買うなり、ゲーム買うなり、DVD 買うなり、何でもいいんですけど、楽天ブックスでお買い物をね、したりとか、あとは電子書籍ですね。まあ、漫画とかだったら全然読むと思うので、電子書籍読んでみてください。そうすればね、それだけで、ポイント還元率また上がりますので、これね、全部のお買い物がね、ポイント還元率上がりますのでね、ぜひやってみてほしいと思います。で、さらにポイントせどりとかに興味ある人だったら、楽天カードはプレミアムカードっていうね、まあ、最上位のカードにすると、まあ、年会費1万1000円かかっちゃうけど、それでも、まあ、さらお得がね、得られるかなと思いますので、ぜひやってみてほしいと思います。で、楽天カードね、クレジットカードの種類っていうのの、ちょっと解約がありまして、このね、まあ、ランクがいろいろあるんですよ。楽天カード、楽天ゴールドカード、楽天プレミアムカードってね、だんだんこの右に行くほど、ランクが上がっていくんですけど、今までこの楽天ゴールドカード真ん中のやつね、これが年会費2200円の割には、結構コスパが良く、いろんな恩恵が受けられたんですけど、ここが解約になっちゃってね、で、元は取れなくなっちゃったっていうね、年会費の元が取れないっていう状態になりました。だからこれ存在価値がちょっとなくなっちゃったので、今だったらおすすめしてるのはこの無料の楽天カードか、もう最上位の楽天プレミアムカードを使うのが一番いいかなっていう感じですね。まあこれに関しての詳しい解説動画はまた別に あるので、そっち見ていただければと思います。で、楽天経済圏最近変化しまくりましたね。解約が続いております。まあ解約をした一方、まあ一部ね、ちょっとだけいいニュースとかも入ってきているので、まあここら辺をまあ鑑みて、まあ楽天経済圏に浸るか浸らないかっていうのも判断してほしいんですけども、まあ今後も変化は大きいと思いますけども、今後はまだまだ楽天経済圏以上にお得な経済圏って見つけられてないので、まだまだ楽天経済圏ずっと使い続けようかなと思っている次第でございます。まあこんな感じでね、まあ今までもずっと解説してきましたけど、最近一番新しいニュースとしては、この楽天ね、まあ、会社自体が日本郵政と業務提携したっていう大きなニュースがありましたね。まあ、全国の郵便局がもしかしてね、楽天モバイルの基地局になるんじゃないかってぐらいのね、インパクトがありましたね。まあ、これによって楽天の株価が上がったりとか、今までちょっとね、楽天終わったとかなってたのに、急にちょっと盛り返してきましたね。まあ、一つの大きなニュースでね、こうやってちょっと風向きが変わったりとかすることも全然あるかと思いますので、もうここら辺はね、まあもう楽天終わったから切るとかじゃなくて、まあ別にお得なところはね、自分が使いやすいところは全然使っていけばいいのかなっていうぐらいの、そんなね、黒か白かみたいなスタンスじゃなくても、まあ別に普通のにね、便利なところだけ使っていけるっていうスタンスでいいんじゃないかなと思いますけどね。はい。で、じゃあちょっと楽天話が逸れちゃったんですけど、楽天お買い物マラソンの基本からに立ち止まりましょう。まあ、もう本当にやってほしいのはこのショップ買い回りなんですよね。ショップ買い回りプラス9倍っていうのは、これをぜひ達成してください。まだ達成できたことない人は、まあ、まずは目標はここですね。これを達成できるように頑張ろうっていうのがやってみてほしいことです。ショップ買い回りって何だろうっていうんですけど、まあ、楽天市場っていろんなお店が、存在してるわけですよね。楽天市場に出品できるの、まあ、ネットショップですけど、その場所に場所を与えてくれてる楽天に対していろんな業者が、じゃあ私は何々ショップっていうのを、この EC サイト内で、立ち上げてるってことですね。で、そのいろんなショップがあるから、その1ショップだけじゃなくて、いろんなショップでお買い物してくださいと。で、その1ショップの中で1000円以上それぞれね、お買い物して、行ってくれれば、まあ、スタンプラリーみたいになってるんで、どんどんスタンプが増えてきます。で、スタンプの数ごとに、そのショップのポイント還元率の倍率が上がってきますよと。で、10ショップ達成したあなたは、購入商品すべてポイント還元率10倍になりますと。10倍になるっていうのは、基本的なポイント還元率が 1% とすると、まあ、
プラス 9% っていう意味になるんですね。はい。で、それの上限ポイントが7000ポイントだから注意してくださいよっていうのもあるんですけど、まあ、とりあえずこれを達成してみましょう。まあ、全部1000円で買えば、まあ、1万円ですよね。まあ、1万円に対して 9% つくんで900ポイントもらえますよってことなんですね。で、その金額はまあ、ね、1000円ぴったり売ってるのはそんなに多くないから、まあ、もうちょっとお金、金がかかっちゃうけど、まあそういうのね、ふるさと納税とか絡めてね、やっていけば、もうポイントをどんどん爆増みたいな感じになってくるわけですよ。だからそういうことを、まあお買い物マラソンでぜひ達成してほしいなっていう感じですね。で、注意点としては、まず買い回、ショップ買い回りのエントリーが必須なんで、これエントリー、まあクリックするだけですね。ポチッとやってくれもらえれば OK です。で、1ショップで1000円以上買い物してください。ください。999円というのはダメです。同じ店舗で複数商品買っても1ショップ扱いですのでね、注意です。1ショップで500円かける2個っていうのを同時に買うのは OK です。合計金額がね、1000円以上になれば OK なんだけど、まあ500円1個買って、決済終わって、で、もう1回ね、同じ500円の買って、2回買って合計では1000円以上になってんじゃんっていうのはそれは理屈通用しないんで、これはダメですね。で、楽天ふるさと納税は一時事態一ショップ扱いになるので、これも非常にお得なんで、ふるさと納税自体もお得なのに、このお買い物マラソンとか利用するとそのショップ数稼ぎにもなって、さらに効率がいいので、ぜひ使ってみてください。で、ポイントを使ってお買い物しても OK です。一部全額上しても OK ですね。はい。で、5と0のつく日、ですね、今回だと3月25日がポイントプラス2倍にさらになるので、これが狙い目かなと思います。人気商品はね、品切れするかもしれないので、3月25日を待ってるとね、買えない可能性があるので、迷わず3月21日の時点で買ってしまうっていうのもありかなというふうに思います。で、使うか分からないけど、クーポンとかチェックしておいた方がいいと思います。スーパーディールとかもね、そういうさらにお得な制度もありますので、こっちでポイントもね、さらにバックとかもありますので、ぜひチェックしてみてください。必要なものだけを買うからこそ節約にもつながりますのでね、まあ、事前に自分でね、買うものを準備するっていうのは大切かなと思います。で、こんなことをいろいろやってると達成できるポイント還元率の目安が知りたいと思うんですけども、まず SP でまあ大体 6.5% ぐらいまで上げてくださいと。で、ショップ買い回り10店舗達成でプラス 9% になります。で、5とゼロのつく日に買えばプラス 2% になりますと。で、後ほど説明しますけど、ポイントサイト経由すると、プラス 1% になりますと。で、ここまでで、まあ、大体自力で、ね、ポイント還元率 18.5% ぐらいまで上げることができますと。で、さらにこれに加えて、サンキューショップでプラス 1% とか、楽天プレミアムカードを使えばプラス 2%、楽天プレミアムに入っていれば、火曜、木曜はプラス 1%、あと、応援球団の勝利ですね、ヴィッセル神戸とかバルセロナが勝った翌日はプラス 1.2% になりますし、リピート品はプラス 1% だよ、みたいなキャンペーンがたまにね、出てきたりするし、で、これとは別にまあ、ショップ、がね、それぞれ独自に、ポイント還元率を上げてる時もあるんで、それがね、さらに上乗せされてるってとこまであるので、もう、ごま的にはまあ、こういうのをいろいろ複合して考えると、まあ、全然 25% ぐらいのポイント還元率を平均的にはゲットできてるっていう状況ではあるので、まあ、こんな感じで、まあ、極めるとね、ここら辺が普通になってきますね。まあ、ごまはまあ、ポイントの還元率 20% 以上になったらもう GO って感じはありますけどね。はい。で、あと、注意点としては、日用品、証明品など、買うものリストアップしておきましょうね、事前にね。はい。この10ショップをね、達成するために余計なものを買わないっていうスタンスを、まあ、ぜひ身につけておいてほしいと思います。まあ、不要なものは買わないでね、まあ、もうね、お米とか、まあ、ティッシュペーパーとか、まあ、何でもいいんですけど、まあ、普段使う消耗品とかあるじゃないですか。ああいうのをもう事前にね、在庫チェックしといて、あ、もうこれはもうお買い物マラソンの時にまとめて買っちゃおうかなとかね、そんな風な、戦略でね、行ったらいいんだと思いますよ。はい。で、買うものに困ったらね、5万の楽天ルームの中とか覗いてもらえれば OK です。で、あと5と0のつく日についての注意点なんですけども、今回は3月25日狙ってください。ショップ買い回りと合わせればね、プラス11倍のポイント還元率確定ですね。で、この 2% アップを得るにはですね、楽天カード払いが条件になりますよね。ポイント払いにするとプラス2倍つかないですので、ね、注意ですね。で、品切れ必至な商品はもう25日まで待ってるともう売り切れちゃうんで、3月21日に買うっていうのがありだと思います。で、この 2% アップね、ポイント上限は月間3000ポイントなんですよ。だから、このお買い物マラソン以外にも、今月ね、3月4日にスーパーセールでね、たくさん購入したって方は、スーパーセールの時5日とか10日が被ってたじゃないですか。この時に合わせて買っちゃったって人は、月額15万円分のお買い物金額が上限になるので、月額ですよ。だから今月の3月の下旬とは、上旬のスーパーセールの、両方合わせて15万円を超えちゃうって人は、今回25日にね、狙い撃ちでやっても、
買い物金額が大きすぎると、もう上限の3000ポイント以上いっちゃって、これ以上つかなくなっちゃうんで、それは注意ですね。はい、ぜひ注意してみてください。で、あと楽天ふるさと納税の威力ですね。まあ、ここら辺は、まあ、いつも説明している通りです。まあ、控除も受けられるし、返礼品ももらえるし、ポイント還元もめちゃくちゃもらえるっていうね、3つのお得がありますので、ぜひ楽天ふるさと納税使ってみてください。ハピタス経由でプラス1倍になりますと。僕はまあ、ハピタスっていうポイントサイトを使って、さらにポイント還元率を上げております。楽天市場アプリとハピタスポイントはね、20ドリできますので、ぜひこのやり方もチェックしてみてください。かまどに困ったら、5万の楽天ルーム覗いてみてください。はい、攻略をまとめはこんな感じになってます。いつもの通りですね。はい、ぜひチェックしてみてください。こんな感じで楽天経済圏をね、5万を使い倒しております。未だにね、まあ、解約しようが何しようが、あれですね。まあ、未だに使い続けますね、楽天はね。すげえお世話になってますね。まあ、最近引っ越しとかもしたし、それで買うものもちらほら多かったんで、まあ、結構ね、お世話になりましたね、めちゃくちゃね。結構、本当にポイント、上限まで行くんじゃないかってぐらいの買い物金額をずっと維持してるな、最近な。岡山マーソンのスーパーセールも使い倒してますね。この1、2、3月使い倒します。今回もね、使い倒す予定でおります。皆様ね、これからも楽天経済圏で、を炎上しながらね、楽しいポイントライフを送っていただければと思います。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。